にちは。こんにちは。よっ。パスガードフィットスの白木アマゾン大輔です。山口です。はい。はい。今日は何ですか。今日はですね。はい、ついに、はい、ついに特組。はい。スリー。素晴らしい。何の打ち合わせもないんだけど。やります。はい。ついにやっちゃいます。やっちゃいます。決定です。はい、まあね、前から3大会目は年末ぐらいって言ってたので、そうですね、年に2回って言ってましたから、ね、はい、なんか疲れてやろうから、そうですね、はい、なんだかんだ言って先週打ち合わせしようって思ったんですけど、はい、流され今日やっと、決めることになりました。はい、はい、11月半ばにカルペディエムタチカーがオープンするというのに、はい、12月にイベントをぶち込んでくるという、そうですね、はい、それもあってね、ちょっとひよってたんですよね。やりますよ、もう無理もう、やっぱね、面白くないじゃないですか。そうですね、で、第1回、第2回とやって、はい、まあ、回を重ねていく中で、はい、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいな話もあって、はい、いろいろ変わるんですよね。そうです、いろいろ変えます、うん、はいはい、今打ち合わせがちょうど終わって、はいはい、変わるかもしれないんだけど、それがさらに、はい、今決まったことをちょっと言ってきますか。ざっくし行きますか。はい、はい、お願いします。はい、まずですね、前回、もともとサブミッションで1本ってのあったんですけど、その他にあったのが、15点取ったら、勝ち、テクニカル1本っていう感じだったんですけど、はい、今回は、10ポイントになります。ほうほう。で、まあ、もともとこれ話にもあったんですけど、15ポイント差ってなかなかつかないなっていう話があって、まあ、10ポイントであれば、まあ、現実的な数字っていうのがあるので、まあ、そこも含めて10ポイント制に変えようと、はい、展開ちょっと変わるかもしれないですね。そうですね、もうポイント勝ちで、ポイント勝ちを狙いに行く人も増えるかもしれないですね。もうスイープパスマウントなんかした日にはもう、あ、もうそれおしまいか、うん、まあまあ近いよね、スイープ2でしょ、で9対0だったよね。だ2、そう、だからもう24ベリー入れたら終わっちゃう、はいはいはい、っていうぐらいの、感じになります、はい、そして、まあ、カテゴリーがちょっと少なかったんですよね。そうですね、今までは、はい、もうエキスパート、ビギナーだけだったんですけど、はい、今回はまず年齢で、そうですね、うん、アダルトとマスター、はい、おじさんたちに朗報なわけですね。そうです、マスター40以上なんで、これがね、さらに、はい、さらに朗報なんですよ、はい、おじさんマスター30歳以上って皆さん思うじゃないですか、はい、通常のね、柔術技術、ね、はいはいはい、けど、はい、30歳のまだ前半ってもうビンビンじゃないですか、はいはいはい、朝立ちしかしない、ね、はい、だからね、そう、30代前半のマスターでおじさんいじめしてるやつがいると、そういる、まあ、ね、誰だって分かんない、 そういう人にいじめられなくて済むカテゴリーがあるんですね。あるんですよ、はい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 、40歳以上からマスターでございます、うん、はい、はい、おめでとうございます、ね、ここら辺ですよ、我々と同じ世代です、はい、そうですね、はい、そしてそこも、ビギナーとエキスパートとなります、はい、で、まあ、もちろん、ビギナーは白青、うん、でエキスパートは紫茶 黒という感じになってきます。はい、ということですね。そうですね、うん、なんか特区3つの時あれですもんね、なんかエントリー見てたら、はい、ジジイたちがちょっとビビってる感じあったですもんね。確かに少なかったでしょ、ジジイのエントリー、ジジイのエントリー、確かに少ないです。1回目いた、ジジイ1回目も2回目もまあジジイはいたけど、はい、まあ自信あるジジイしかいなかったね、うん、あでしょまあそうか、うん、それは俺もジジイ枠だよね。あともうジジイ枠、競技人口的には組み技業界おじさん多いじゃないですか。まあそうですね、ほぼ、まあ、晴れて名古屋はジジイ多いですね、はい、そうですね、ジジイ僕一番若い時とかありますからね。あ、なるほど、本当に朗報だねそれ。だから全然ね、そうです、もう出てこいやと。もうそうですね、おじさんたち、ジジイたちと、はい、ひよってんじゃねえと。そうお前ら家でもひよってる、格闘技ひよってんのかって話になりますからね。はい、そうなります。はい、そしてですね、なんとここから初の試みですよ、うん、まあまあまあ40歳以上初の試みなんですけど、まあまあまあ、はい、女性カテゴリー作っちゃいます。素晴らしい、はい、ね、前もちょっと問い合わせあったんですよね。あったんですよ、女性。あ、そうなんですね、はい、なんか僕 SNS で見ました、そう、大阪方面から、ありましたね。あ、でも女性、そうかそうか、そうなんですよ、女性カテゴリーももちろんビギナーとエキスパートで分かれます。キャットファイトの場を作ってやるよと。
そうですね、はい、はい、で、今ざっと決まった感じと体重、はい、男性は225、ここ変わんないですね、3名で、はい、女性が、165キロ、3名で、そうですね、平均50、1人それで55キロという感じになってきますね、はい、うん、さらになんと今回、ね、ドキドキしますよ、子供やっちゃいます、おキッズレスリング、レスリングじゃないですか、キッズでもキッズレスリングやったらしい、キッズ感ないからね、山口さんね、はい、キッズ特組やります、はい、ね、うん、まあ着衣可能です、同意ですね、みんな同意来ましょう、はい、同意来ましょう、皆さん同意来てください、はい、はい、こちらは年齢カテゴリーを、小学生から中学生なんですけど、さらに分けて小1、小2で1カテゴリーで、小3、小4で1カテゴリーで、小5、小6そうで、中学生っていう感じですね、はいはいはい、になってくるので、こちらの場合は、そうですね、まあ、要はエントリーしてもらって、まあ、トーナメントになる可能性もあるんですけど、まあ、そのレベル差とか経験差で、ワンマッチになる可能性もあるかな、はい、そこは本当にエントリー次第ですね、そう、差が起きないようにということです、子供はこうやったことがないので、はい、分からないっていう、ね、そうなんです、ちなみに絶対道着にします、子供今ふともビンビンのそれこそキッズレスリングの子が出たいって言ってきた場合どうするんですか、いや別にそれは別に着なくてもいいと思うけどな、そこはまああくまで特組ですからね、そうです、オッケーオッケー、子供はごめんなさいね、整頓しますよ、何人ですか、はい、そう、子供5人です、5人です、試合時間短いんで忘れました、はい、はい、そう、試合時間まだ決まってないので、これはまだ2分か3分でしょうね、2、3分ですよね、多分そう、大人が4分なんで、まあ2分ぐらいじゃないのって、はい、2分半とかここで決まっちゃいました、ね、はい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 、そんなもんですね、うん、そうですね、はい、オッケー、じゃあ 5人ですね、はい、だから1人で5人抜きするキッズが出てきてもいいと、あ、そうですね、そういうもう、はいはい、夢がある話です、はいはいはい、みんなで戦うってあんまないですもんね、組み合わせないんですね、これそうなんですよ、なかなかいい経験になると思いますよ、そう、面白いんですよね、はい、あとはちっちゃいルール変更じゃないんですけど、まあ、第1回第2回で、はい、やっぱ足かんでの負傷者があまりにも多すぎるっていう、足かんでタップした人みんな、もう勃起しちゃってるんで毎回、そうですね、白腕はこれはそうですね、それでヘッドロックで、はい、はい、戻そうと思います、はい、足関節が前はその、全勃起だったんですよ、ビギナーも、うん、ヒールフックまで全てを認めます、膝重症なんですけど、今回ビギナーは OK なのは、もういわゆる抱えるアキレス腱固めのみですね、にそれヘッドロックで、そうですね、はい、いわゆるここ結構問い合わせもあったっすもんね、前もこれありました、どこまでいいんですか、そうです、ひねっちゃダメです、はい、ひねっちゃダメ、まあ、ここちょっと、いや、ほんと足換マニアっていう人たちもいるじゃないですか、グラップリング協会、そうですね、なんでビギナーにエントリーされる方はここご注意お願いします、いや、そうなんですよ、そうなんです、はい、エキスパートは OK なの、ね、OK、 そう、ヒールフックも OK ですよね、もちろん、もちろん、はい、バンバンひねってください、紫怖いな、バンバンひねりとね、はい、だから紫とかちょっとね、出足鈍く、出場鈍くなるんですよね、あ、だけど紫でもね、強い足か、もちろんもちろん、いっぱいいるからね、うん、はい、ひねりたいよという人はエキスパートに出てもらえばいいですよね、そう、ひねりたい人はエキスパート、青帯だろうが出れるってことですか、あ、もちろんもちろん、そこはもう、うん、はい、プロの MMA 上にはいけますよっていう経験者もエキスパートでございます、はい、プロ MMA 経験者の方は白帯でも、もうエキスパートしか出れませんから、はい、はい、これはね、OB だろうと、 OB だろうと、はい、はい、そうですね、そうです、はい、そして、あれですよね、今回、うん、生配信ついちゃいます、ついについに生配信します、生配信、はい、生、はい、生でやっちゃうと、もうそうですね、はい、絶対事故起きます、事故、もう事故起きてますよ今、いや起きてないでしょ、解説もそうやるということで、そう、解説は、まあ、私たちでやります、私、はい、ただ解説陣多分めっちゃ自分のところのチームを応援してると思うんですけど、仲間は、前回もね、そこも許してください、脱がないようにお願いしますね、出ない出ない、今回は応援放送、応援放送、そういう、ね、副音声としてそういう感じですよね、はい、なんであらかじめチャンネル登録をしてですね、そうですね、お待ちいただきたいですね、これはね、確かにお願いしますよと、はい、はい、最後のイベントですね、うん、そうですね、はい、で、詳細は結構ごめんなさい、変わるかもしれないです、はい、あの時こうやって言ったじゃねえかっていうところあるかもしれないんで、はい、専用ページを一応作るんで、はいはいはい、大会概要がなくて、はいはいはい、で概要欄の方からちょっとそこをチェックしていただきたいなと
というふうに思います。エントリーフォームも作りますもんね。作ります。もうエントリー、はい、そうですね、もともとあるんで、はい、それちょっと手直して、はい、そうですね、はい、なとこっすか、こんな感じです、はい、ね、あとキッズがあるってことで、多分親御さんがいつも以上に集まると思うんですよ。はい、でうるさい親御さんにはあの、はい、レッドカードとか出す場合もあるんで、イエローカードですとか、はい、大丈夫ですか、行けー殺せーとかっていうやつ言わないでしょ。で俺は言わないけど、言う親がいるかもしれないじゃん、君俺みたいな、はいはいはい、まずあなたはもう、あなたこの場に出てやってみなさいって、はい、なるほどですね、わ、はい、かりました、はい、会場はホープですね。はい、カルペディエムホープ、ね、楽しみマックスです。はいはい、そんな感じで、とっくみ3、はい、よろしくお願いします。はい、いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。